はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズツイルトとかの不思議な不思議な鍵続きやっていきたいと思います。今回はね、最高ピサロ行こうと思いまして、まああんまりね、リアル時間は経ってますけど、プレイ時間全然過ぎてないんで、レベルも、まあ、前回のままです。だから鍵とかはね、入れるまでね、時間回復してますんで、まああわよくばそこ行ければいいかなと思いますけど、とりあえずもこれで行けると思いますんで、行っちゃいましょう。最高ピサロ出てきましたよね。で、まあ、すぐには行けないと思うんだけどね。で、フント村のウゴール様に会えって言ってましたよね。とりあえずね。で、ヘルゴラゴ取ったので、アスラゾーンも作りましたよね。ってことは、そっち行けばいいのか。と言いますのが、ウゴール様ってあれですよね。墓にいたホエルマージの話ですよね。おう、いるか。ミラクレア様より話は聞いておる。この時初めてミラクレア様の名前出てましたもんね。でもそれが、どれなのかとかね、全然なかったんでね。まあ今はもうわかる話なんでね。ふむ、どうやら、言いつけ通り修行も済ませてきたようだな。そうか、ついにこの時が来たか。のう、いるよ。この天空の世界に暮らす魔物の祖先はな、もともと狭間の闇の王より生み出された心のないただの操り人形だったんじゃよ。そんな魔物たちをこの世界の、天空の世界に導いてくれたのが賢者ミラクレア様じゃ。ミラクレア様はわしらに知恵を授け、生きる喜びを与えてくれた。あの方は我らにとって母親のような存在、かけがえのないお人なのじゃ。そして今ミラクレア様を大いなる使命を果たそうとしておられる。いる、この先何があってもあの方の思いを受け止めてやってくれ。すまん、すっかり話し込んでしまったな。それではミラクレア様の言葉を伝えよう。賢者の塔の頂上より空を渡り我が元へ、そこで最後の試練を与えんとのことだ。では確かに伝えたからな、ミラクレア様のことよろしく頼んだぞ。まあそれもあるけどね。ここでどうしようかちょっと悩んでんだけど、まあ、試練も受けちゃおうか。試練先受けよう。お、ミラクレア様いなくなってますね。聖竜様はあなたを見送った後、天空の世界と飛び立ちました。フントの村のウゴール様のもとへ向かうにとのことです。さて、あれいないし、なんで？ですね、この不思議な祠の前なんですけど、こうよくよく見ると遠くにわかります、あれ。塔を見えますよね。今、6丁飛んでる上の塔。ミラクレアの様の羽ありますよね。戻っていなかったと思ったら、そうだ、そこだよ。賢者の塔だよ。いや、だからそれもいいんだけど、まあ、そこ行ってもいいけど、まあ、ひとまずダンジョン行かなくちゃないよね。じゃあ前回ヘルゴラゴ倒して、まあ、そのヘルゴラゴと、まあ、シャンタクでね、アスラゾーンまで行きましたけど、違う。ヘルグラゴとね、シャンタクで、マンモデウスができてね。で、マンモデウスと、まあ、ゾーマでね、アスラゾーマできましたけどね。まあ、サイコピサロもね、まあ、何かしらとデスピサロでね、まあ、その前の配合とかあるんでしょうけどね。まあ、それは何なのかって話ですね。まあ、最上階に来たわけですけど、このね、右側で、前金のね、紋章があって飛べなかった場所ですね。はい。なんとミラクレア様がいるっていうね。そうだそうだ、忘れてましたね、ここね。来たかい、いる。わしの方も準備はできておる。大魔神像の一部となる準備がな。はい。天空にでかいのいなかったですもんね。わしの力をその身に宿したとき、大魔神像は完全体となる。
じゃがそれと同時にあれを操る者がいなくなってしまうのじゃ。そこでいるよ。そなたにあの大魔神像を託したい。わしを超える力があればそなたもあれを操ることができよう。なんか言ってますね。わしを超える力があればみたいな、ね、オープニングに出てきたミラクルヤ様、まあ、その時はね名前も知らなかったですけどね。さあかかってきやれ、いる遠慮はいらぬぞ、全力で来るのじゃ。ミラクリア様と対戦です。でも超える力があればって言うけど、これにやられたとすれば神竜王とかアスラゾーマとかね、ゲノシドとかよりミラクリア様の方が強かったって話だよね。でもそれ以上の力持っててもおかしくない状態だもんねこれね。でもやってくることによりやっぱ相性もあることもわかるので、これ何使っていくんだっけ。これはさすがにちょっと覚えてないです。サイコプサラは分かりますけどね。これもいるってことはね、やっぱ作り方とかね、ありますのでね。それは後にまた紹介していきますので、その時のパートがいずれあると思いますので。お、バイキルト、あー、いやらしいの使ってくんだこれ。まあ使ってきたところでいいんだけど別に。ピラマシン2強いですよね。モントナーもね、攻撃系に変えたらね、同じようなのがね、2体いくのでね、ピラマシン2みたいな2体作ればもう余裕は、余裕もいいとこなんで、自分がただ勝手にモントナー縛りでやってるって話なんで。あるよ。まあそうですよね。ミラクリア様はこんなもんですよ。ちなみにミラクリアなんですけど、決して戦闘向きではないかな。スキルがちょっといいのついてたような気するんだけどね。イルルカの時も一緒なんかな。ね、これで、まあ、だいぶ強くはなったかなって感じはするけどね。その力確かに見せてもらった。見事じゃいる。大魔神像はそなたに託そう。じゃがその前にそなたには全てを知ってもらいたい。知っておいてもらいたい。しばし目をつむっていてくれるのか。お、なんかわかるんかね。いかがでしょうか、ミラクリア様。申し訳ありません。我ら魔物が作るとどうしてもこのような意外な像に。良いではないか。魔王ですら逃げ出しそうなこの上なく勇ましい顔じゃ。ふふふ。我らの最後の希望、大魔神像か。なかなか皮肉が効いておるの。時にミラクレア様、市場の様子はいかがですかな。来たるべき時に備え、例の塔の建てるよう告げておいた。抜かりはない。ミラクレア様、本当に、本当にこのような重い使命を、あなた様は一人で背負うつもりですか。いずれ復活する狭間の闇を払うべく、自らを魔物の姿に変えようなどと。この体ではいずれ寿命が尽きる。だが、大型の魔物となれば生きながらえよう。わし一人でどこまでできるかわからぬが、必ず狭間の闇の王に一矢報いてみせるわ。そんな大事なことを黙っているなんて、水臭いですね、ミラクレア様。そなたたち、なぜここに。狭間の闇を封印した後の賢者様の表情が気がかりでしたな。無礼を承知でこちらの様子を伺っておりましたのじゃ。ではそなたたちはまさか。たとえ魔物の姿になろうとも、狭間の闇と、決着をつけるなら本望ですね。
私は土地の守り神となり、その日が来るまで故郷の地を見守っていきましょう。偉大なる賢者ミラクレア様、我ら三人この先何があろうともあなたと運命を共にいたします。ありがとうみんな。こうして巨大モンスターが出来上がると、まあ、一瞬で配合理論完成したんだろうね。こうして我らは約束したのじゃ、悠久の時の果てに再会すること。確かに狭間の闇の王の手によってこの世界はつながりを失った。じゃが闇の王はわしらの絆まで断ち切ることはできなかったのじゃ。いるよ、仲間を信じ合える我らの心は何よりも尊く、そして強い。共に戦ってきた仲間の魔物を信じ、どうか狭間の闇の王を撃ってくれ。頭を受け取ったと。それを使えばわしは大魔神像の一部となり、あれも完全体となろう。完全体となった大魔神像を操れるのは奇跡のモンスターマスターであるそなたのみ。わしは一足先に宿りの塔に戻っておる。そなたも急ぎ向かってくれ。はい、これでねもう向かえばいいんですけど、まあ、ここのね、天空なんですけど、何か忘れてませんかっていう話なんですよね。ここの先に行くと、ここ左側にね、あ、いたね、スカイドラゴンが見えましたかね。あそこにいたりとか、まあ、それもありますけどね。自分結構行ってないとこあるんですよ。わざとね。空に何かが浮いてるようだ、近づいてみますかということで、まあ、ここに来るとね、姿は見えないんですけど、近くに行くとね、まあ、こんなの浮いてます。空に浮かぶ巨大な何かはじっとこちら見てる。これもね、ジョーカー2とかでね、プロフェッショナルとかでね、戦ってましたけどね。前方にモンスターマスターを発見。これよりその力を見極めます。常に魔法カンタバリアをオン、常にアタックカンタバリアをオン、マスターイルをロックオン、銀河機動兵器スラブラスター発進。どこにもいますよね、この、ね、だから攻撃と呪文が跳ね返りますので、だからこれの倒し方的にね、テンションやってればいいんですよね。だから昔だったらテンションもイルルカだったら貫通できるんですけど、昔だったら貫通できないんで、まあテンションですね、これもね。テンションでバイシロンをかけとかいいかな。攻撃は通るんで、ただ強いですよ。何のために自分やったかっていうのもありますけどね。ここは呪文系の方がいいかな。テンション、グラン、あー、ギガブレイクもいいね。ここはもう回復でいいか。ベホマズにね、テンション、テンション、テンションの、二軸弱はもう積み込みしてもいいかな。お、ギガクロスブレイク。まあ、これもですね。跳ね返しさせればいいんで。で、ここで、これもう一回溜めてもいいかな。そうだね。攻撃してもいいし。テンションでしょ。
ギガブレイクの、まあ、勝てますけど、時間かければね。あ、169しかいかないか。だったらもう、バイシオンとかでいいよ。これやってくれればね、アタカンつけた方がいいかな。デフォマズンのテンションテンションバイシオンエル、ミラクレアよりは強いですね。予測は当たりかな。これ絶対仕掛けより強いですよね。まあ、これいつやろうかなって自分思ってて、ギガブレイクとかでいいかな。ここと二軸弱は100まで貯めてもいいかも。これってルカニとか聞いたっけ。これまあいいや、バイキングに向かってた。行きますよ、やっぱ貯めるとね。あ、効きますね、ルカニオン一応ね。あ、だったらダメージ出るよ。天変地異効くね、素晴らしくね。お、来た。あ、倒しました。
やっぱちょっと先のモンスターかなって感じはしますけど。こんだけ強ければもう次いけんでしょ、余裕で。多分これより弱いと思うんだけど。はい、イルはスラブラスターを倒した。イルの強さを認めスラブラスターが仲間になった。まあこれも後でまた使いましょう、スラブラスターね。でこれ取ったってことはまたね 言いますんで、天空に来るときにねやろうかなと思ったんだけど、強さ的にね結構強いの知ってたんで、最初神竜王行った時とかもういけたかな。まあいけますね。まあ常にアタカンとかは自分つけてなかったんで、まあどうしようかなと思いましたけど、まあここまで来たらいけっかなと思ってね。強さ的には全然四角より強い。押すか。だからちょっとね、レベル50なんでね、まあメスにしてもいいし、メスっていうか、ちょっとね、辞書とかだと結構スキルついてるんで、まあこんなんつけてもいいかな。スラブラスター攻撃。まあ、いつも自分のやり方なんですけど、まあ、プラス仕上げましたよね。じゃあ、これついてます。常に魔法カンタ、常にアタックカンタついてるんで、これ入れたらね、まあ、例えばぶっちゃけ、まあ、こんなんでもいいんですけど、全然これで回復してれば勝てるんで、まあ、神聖配合とかしてね、力もつけてもいいですけどね、カバーとかついてね、別にそんなんじゃなくてもいいんですけど、これの1枠がダイヤモンドスライムみたいな感じなんで、簡単に言えばね、まあ、アタカ魔法カンはついてないですけどね。だから、はい。とりあえず、ダイヤモンドスライムと、はぐれメタル、スラブラスターでね、これできます。はぐれメタルキング。で、はぐれメタルキングより、このゲーム上いますんで、この先のことですよね。よくどうやってつけるんですか。なら、これと、はぐれメタルキングと、またね、似たようなのいるじゃないですか、スラブラスターと。それが、またね、まだ行ってないので、紹介できないんですけど、後に手に入れますので、その時にまた作りたいと思います。それでできるのがテリワンで、確かアグレメタルキングの上まで作ったと思うんですけど、自分動画出してると思うんですけど、それでできるモンスターだったんですけど、イルルカの場合、さらに上いますんで、そうですね、そのさらに上が、メタル系の一番最強のやつかな。まあ、そこはね、また今度作りますんで、近々作りますね。そのモンスターがいないとできないモンスターがいますんで、今作ってるモンスターとかもね、そこに絡んできますんで、で、そのモンスター作るのに、また別なね、ドラゴンクエスト10のモンスターとかも混ざってきますんで、まあ、ストーリーもそうですけどね、配合もかなり重要なんで、まあ、ハグレメタルキングはまたそのうち作ります。そのモンスター作ってからでもいいかな。ではね、スラブラスター今回手に入れたんで、ここまで作っちゃうとね、まあ、どこサムネにしようか迷っちゃうので、とりあえずスラブラスターとミラクレあたり多分サムネイルにはなってると思いますけど、次ね、最高ピサロ行きたいと思います。それでね、時間があればね、このハグレメタルキング作ろうかなと思います。レベル上げればね、できますんでね。ただ、スラブラスターの方が自分的にいいかなーって感じするんだよね。まあ、ですよね。はい。ということで、まあ、ダイヤモンドスライムの先のスライムの作り方はスラブラスターですね。これ前も紹介してましたんでね。ちなみにスラブラスターじゃなくてもできます。そのね、ロボットっぽいね、モンスターいるんですけどね。それでハグレメタルキングできて、そのハグレメタルキングとまた同じね、そのモンスターでもね、先できますんでね。ただ2体必要になってくるので、スラブラスターはあそこ入れれば手に入るって話ですね。はい。ということで、今回これで終わりたいと思います。またね、次回ね、このままやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォロー流していただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。